聞いてください、その男よしお。8月6日、in Hiroshima、 絵画館が売り切れるほどの放射能、まだ黒焦げの焼死体くすぶる瓦礫の街、いろよ一人の男が汗にまみれもう家を作り始めてる。そうだその男よしお、この俺のじいちゃん、その男よしお、くじけない男。